加藤博之は、明治時代の日本の政治学者、教育者、旧幕臣、伊豆市藩士。遺械君等は、聖人、君位等、借位は、男爵、学位は、文学博士、法学博士、救命、茂行、通称、構造。戸様大名の伊豆市藩の藩士の子に生まれ、伊豆市藩藩校行動館で学んだ後、歳尾館や遅延館で、 グイドフルベッキの門弟として学ぶ。学問一筋で精進し爆進となり、維新後は新政府に仕える身となる。民六社会員、外務大、進む、元老院議官、直線貴族院議員などを歴任。ドイツ学協会学校の第二大校長、旧東京大学法、理、文三学部の総理を務め、後帝国大学、第二大総長を務めた。 第二本教育会名誉会員。その後段尺、初代帝国学士委員,委員長、数密顧問官。加藤の思想は、現実的で、修正唯物論者だった。はじめて婦人建設によった、啓蒙思想の傾向が強く、1873年には、福沢幸吉、森有則、青州らと共に、名六者を結成、啓蒙活動を展開した。 しかし後には社会進化論の立場から民権思想を批判するようになり、この180度の天候が修正攻撃の的となる。加藤は1879年11月には、あたごした聖書寺での講演、天婦人建設、泣きの説並び全悪の別天然、ニアラザルの説で進化論の立場から天婦人建設を否定していたが、1881年に、 海江田ノブヨシがこれを批判すると、この問題は政府部内にも波及した。加藤は文部教、福岡皇帝に促され、改めて天賦人権論の立場から書かれた、旧朝、新生大意と国体新論の絶版を宣言するという騒動になっている。伊豆氏に現存するせいか、加藤博之、ありがとうございます。